レンズの一つついてて、まだ今日なんかすごい伸びやったね。いやもうそれはもう白原が引っ張ってくれたから、うん、自分もなんとかレンに絡むことは、うん、はい、今回なんか特にね、あの気迫が入ってるっていうか、いつもあの足だと僕とよく話したりするんだけど、はいね、ちょっと話したいっていうぐらいね、すごく気合入ってる。まあ正直、うん、前走前々走とか全然、うん、あの伴わない、うん、自分の中で納得できない競争内容だったり、自分の弱さが出てて、うん、でまあ初日平原と一緒で、うん、まあ本当にチャンスをいただいたんで、それを生かすためにも何としてでも、うん、ここであの今までの分を取り返して恩返しをしたいっていうような気持ちです。全日本選抜がちょっと悪かった分、もう本当に照準をダービーに合わせてずっとこう来てたっていう感じがね。そうですよね、もう地元開催でチャンスだったんですけど、うん、まあ伴わない、うんうん、自分の悔しい結果に終わってしまって、うん、まあそこからまああと、うん、まあ、2ヶ月っていう感じでやってきたんですけど、まあ、なかなかうまく歯車が噛み合わないというか、まあ、それが自分の弱さなんですけど、うん、まあ、しっかりここでリカバリーしたいなっていう。まあそうね、はい、まあ、アジアにしてみればそのラインをとにかく大事にすると、健康選手がいたら横の動きでとにかく止めてしまう、またラインが先輩たちがいるとしっかり固まっていくっていうのがあるんだけども、まあ明日の GU の方は、まあ、そこに平原神山っていうのがいるんだけども、まあ明日のその位置っていうのは、まあそうですね、まあ本当にまあ1は1から言ったら3番手なんですけども、うんうん、平原神山さんっていう本当に競輪界を代表するところで、またダービーの準決勝でそこに入れていただいたってことは本当に価値ある一戦になると思いますし、そこでやっぱり結果を残すためにもしっかり確定版に乗りたいっていうふうに番組見て思いました、うん、はい、今日みたいな伸びだったら大丈夫だね。そうです、本当に平原引っ張ってもらって自分もまあいい踏みができたんで、うん、今日は自信になりましたし、うん、まあ、しっかりこれをもっともっと上積みというか、うん、いい形になれるように頑張りたいです。しっかり頑張って決勝進出ね、はい、目指して。ありがとうございます。